はい、バイクを見てみますか。なんかね、BG、なんか今かかってる BGM と合ってんのか合ってないのか。出ました、鈴木。これでも知ってる人は知ってるかな。乗りやすいね。昔のノリエさんが乗ってたのジェベルの125と同じエンジンです。鈴木の誇る超耐久性の 125cc エンジンの単気筒を積んでる、あ、俺さっき GS って言っちゃってた。 GM125。 GS はね、なんていうの、刀の形さ、小型のことのじゃないんだ。なんか脇差しとか言われた GS125 ってあったんだけど、それとは違う。ちょっと待って、要はこれ当時さ、アメリカンバイクってのはやたら流行って、何でもかんでもアメリカンスタイルになったんだけど、全然当時これアメリカンって言われたんだけど、今見ると全然アメリカンじゃないでしょ。かわいい。これで、ね、しかもそう、お値段が12万9000円。安い。これ今、あ、ちなみに絶対120キロなんか出ないから安心してください。出ても90だ、このバイクは。ジェベルでね、100やったらね、ちょっとね、分解しそうな頭なんで。これでもまあね、ある意味一番実用域ではあるんだよ。のんびり走れるって。これ欲しい。俺もうちょっとパワー欲しい。でもね、原付きだからね。そう、見せ安いの。いきなりセカンドバイク化してもいいんだぜ、これ。あ、私のバイクでもいいか。そう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 。のりえさんの、だからのりえさんのバイク復活していいんだよ。125。そういう選択肢もありだよ。それいいね。とか、荷台もついてるし。そうだ、今からすれば乗りやすいよ。あ、一番これ隅っこに入ったちょうどアングルがいいや。のりさんもこれいいじゃん、 GN125。 これでカート行こう。これでカート通おう。あ、すごい。カート通うんだ、これね。いいね。てか乗れ、やっぱりでも背筋もちょっとピンと回してみ、ほら、はい、あ、バイクにいいや。これかっこいいよ、ね、いい。昔見たらこんなかっこ悪いバイク誰が乗るんだと思ったんだけど、今見るといいね。いいなって、今のバイクみんななんかツン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 とんがってるのばっかですよ。これ、あ、候補に入れてみようかな。イエーイ。